三遊亭歌唱。三遊亭歌唱は、落語の名跡。当代は四代目。三代目、三遊亭歌唱。1916年9月22日から1950年5月30日は、東京都西多摩郡五日市町、現、秋留野市出身の落語家。本名、高水春夫。聖火の製紙工場の次男で、地元の小学校卒業。 その後、兵隊検査で、極度の射死で、弱死、ロービジョンであるため兵種合格となった。エラの張った顔が特徴で、子供時代からよくからかわれたという。そのことに失望して家出し、生まれてから一度も出ていなかった、五日市の町を出る。隣町の秋川と縁がある大スター柳や、金五郎の門を叩く。が断られ、金五郎から六代目、春風亭柳橋を紹介される。 だが、柳橋にも断られる。1937年9月、三代目、三遊亭金馬に入門し、三遊亭金平の名をもらう。楽屋内では、化けと言われ続け、後年の人気をも、ガとして認めない空気があったという。1941年3月、1942年とも二つ目、昇進、かつて師匠が名乗った歌わらを襲名する。 後に寄席に出演するため、寄席に背を向けていた、金馬門を離れ、二代目、三遊亭円家門に移る。人形長末広、石原石邸から認められ始めた、戦況が国一国と悪くなるこの頃には頭角を表し、周りから開催に反対もされた、柳屋古金、後の五代目、柳屋古ん、四代目、龍亭千楽との、二つ目だけで開かれた三人会。 大塚鈴本を大入りにする。以下は、歌原順城詩集より、我が老いたちの木、冒頭結婚、招集から除退後に落語に帰ってくる。が、空襲がひどくなり、寄席はどこも閉まり、人形町末広と神田の立花のみ残っていた。戦後の復興が直線的に進んだわけではなく、まだ生きるのに必死で笑いに気を向ける余裕がない人が多い中、 一足先に復興する銀座の風景で、歌わらは作った。以下は、歌わら純情調詩集より、冒頭お得意な風貌を、どことなく愛嬌も感じられる。ふらと、それに似合わぬ、純情なところが、終戦直後のすさんだ世相に明るい笑いを提供する。1947年10月に、新内昇進、ラジオ出演をきっかけとして、 日本劇場や国際劇場等を満員にするほど人気が沸騰し、元祖、爆笑王、同じ元祖爆笑王の名前をバラエティ主体の放送作家が名乗る笑いの水爆と呼ばれ、一世を風靡。共に若手三バガラスと呼ばれた四代目、竜亭智楽、九代目柳屋翔三次、後の五代目、柳屋さんら同年代の若手落語家に多大刺激を与えたほか、 四代目カツラベマルや後に同じ昭和の爆笑王の名を拝命する初代、林家三平といった駆け出しの落語家の大きな目標となっていた。得意ネタは7.5丁で演じる歌わら順調詩集の他に論文集、名作集、ジャズブロがある。SP レコードは現在確認されているもので、我が老いたちき音楽下伝者、妻を語る音楽ブロ。 スポーツ賞の巻きの5枚は残されており、この5枚は2010年現在、すべて CD 化されている。趣味は読書であった。1948年に映画、音楽20の扉、1949年、ホームラン教時代、1950年に、笑う地球に朝が来るに出演。人気絶頂時の1950年、雑誌。 夫婦生活の王や総一との対談が終わり、帰る途中、夕暮れの銀座松坂山への路上横断中、アメリカ軍のジープに轢かれて、事故死。先天性弱死が災いしたと言われる。去年32、新内としてはわずか2年半に終わった。人気者、歌原の突然の交通事故死に、坂口安吾が中央抗論の中で歌原文化の一文を寄せる。 また、人気絶頂の最中の突然の死であったため、多くの予定スケジュールが残された。この時穴埋めの代演として、フル回転することになったのがライバルであり、親友でもあった四代目、竜亭千楽で、千楽は、歌わら順上詩集のテイストを織り込んだ、新作落語、千楽綴り方教室をかけ、これでなお売っていくことになる。また、 立川男子の少年期に影響を与えた一人とされており、歌わらの旧姓を知った男子は、生まれて、初めて他人のために涙を流したという。男子絶踏症は落語家でによれば、昔々て、桃太郎の福音を聞いて、実力者の帰国に恐れていたという。墓所は荒川城漢字にあり、記念の塚、記号は、武者の工事さねやつが混流されている。 生まれ故郷の五日市にも石踏みがある。厚見清が映画、おかしなやつ1963年と、TV ドラマ、おもろい夫婦1966年10月6日、翌年3月30日で歌わらを演じている。近年は、風間森生が、昭和の爆笑王、ドラマスペシャル、林家三平物語おかしな夫婦でどうもすいません。テレビ東京、国際放映。 2006年8月20日の中で、歌わを演じた。四代目、三遊亭歌九1939年5月26日大、は、東京都西多摩五塚市町、現、秋篠野市出身の落語家、落語協会所属、本名、高水勤。出林は、大名行列。三代目歌わとは親戚、おじおい、当代四代目の母の弟が三代目、 過去に数度の高速をわずらって倒れたことがある。現在、2016年も闘病しながら地方の寄せを開催中。得意ネタは若い頃は新作落語をやっていたが、近年は古典落語に力を入れ、主にお酒の話、うどんや野ざらし、仕上げの火の玉、親子酒など、新作では、演歌の呼び出し電話などの電話リーズ、旅行カバンなど、おじゆずりの 歌わら順上集は彼しかできないネタとして有名である。弟子に、オ須スクルミ、三遊亭エクボがいる。師匠の世話をしながら独自で活躍している。2017年5月、愛知や北海道で独自に活動していた、柴竜法、元、春風亭のボル吉、初代本名、坂屋駅地一門に迎え、歌わの出身地にちなんだ芸名、三遊亭明キを与えた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。